こんにちは。はい。こんにちは。センターシリアルのビデオ。今回は第14回ですね。はい。始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、軽くいつも通り自己紹介で私ですね。ケキョという名前でツイッターやってます。ツイッターはケキョ2ですね。松井浩二と申します。よろしくお願いします。そしてはい、松岡です。よろしくお願いします。はい、最近はあのエッジに、はい、IoT エッジにこう、はい、熱心に、はい、やっている調査して、なんかドッカーにハマってますね。うん、なんか聞くところによると、あ、ドッカーすべてわかったっていう話を聞いたような気がする。あ、どこだろう。ドッカー把握したみたいな。じゃあそういう感じで今回もよろしくお願いします。はい。で、今日テーマが、はい、そうですね、これですね。じゃあもう一回出そう。よいしょ。エクストリームフィードバックデバイス。はい。何ですかこれ？エクストリームフィードバックデバイスって。これまあ知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、エクストリームフィードバックデバイスってまあ名前の通りそのこう。エクストリームにフィードバックするデバイス説明なくないか。ちょっとこれググったら出ますかこれ。ああそうですね。あなたそこでググってても何も出ないのでやりますよ。はい、はい、じゃあエクストリームフィードバックデバイスと、はい、ほうほうほう、はい、これねちょっと下の、ね、ちょっと下の画像がいいですか。あれ、あ、これ英語で検索したんですね今ね。そうですね。あ、日本語で。日本語で。エクストリームフィードバックデバイスありますね。はい。そうそう、まあこんな感じでいくつか検索すると出てくるんですけど、どうなんな、なんかちょっとねさっき事前に少しだけ調べてみたんですけど、このものをズバリでこれだけ見ればすごくよくわかるみたいなのが実はなんかありそうでなくてですね、うん、まあちょっと今日はね、あの事前準備はあんまりあの少ししたんですけど、まあちらっとしかしてないので、そのあたりもなんかゆるゆるな感じで進めていきたいと思うんですが、うんうん、これは一体何ですか。そうですね、まずこれ一番上行ってみますか、はいはい、あ、これスライドですね。XFD 導入体験機、あのエクストリームフィードバックデバイスで略すとき、そうですね、XFD って略すんですけど、あの、まあ、ジェンキンスってご存知の方いるかもしれないですけど、あの自動ビルドとか自動テストとか自動デプロイする、そういうあのなんていうんですかね、管理プラットフォームといったらいいのか、まあ、そういうものの一つにジェンキンスというのがあります。これはまあかなり有名なシステムなんですけど、これの他にもあの、まあ、我々のそのマイクロソフトのプラットフォームとしてはあの VSTS の中にその機能が含まれてたりするんですよね。で、じゃあ一体何なのかって話なんですが、これなんか今ちらっと出てますね。ビルド結果すべてメール通知とかなんか出てますよね。うん、これあの、ジェンキンスの上でその我々はそのコードを書いたときに、あの、うん、ジェンキンスというシステムの上でその自動的にビルドする。うん、なんでそんなことをするのかというと、ビルドすることで、まあ、なんかビルドエラーが発生する、例えばコンパイルエラーとか、うん、なんかそういうものが発生しないかどうかっていうのを自動的に確認してくれるっていう、あのそういうツールなんですよね。うん、でそれを発展的に考えると、まあ、テストも自動的に走らせれるよねという話になって、今あのメジャーなのはビルドもするし、そのついでに自動テストも走らせて結果がテストが通るかどうかという判断をする。ちなみに松井さんは、うん、何をよく使ってるんですか、ジェンキンス。僕自身で管理してるものは今はないんですが、あの、うん、今現在仕事で使ってるのはジェンキンスですね。あ、ジェンキンス、はい、じゃあジェンキンスで、はい、そのビルドをしてテストもしてるっていう感じですか。そういうことですね。で、まあ、ここに今ちらっと
とビルド結果はすべてメール通知って出てるじゃないですか、うん、なんかビルドした結果そのじゃあビルドエラー出たとかあるいはテストに失敗したとかそういうような情報をなんかこうメールで通知できるんですよ、うん、ちなみにジェンキンスはちょっと僕使ったことないんですけど、うんはいはいはい、その標準ではどこで結果が分かるんですか、うん、終わったっていうジェンキンスはあのこうなんていうの HTTP のサーバーが立てれるんでそこの上であの見れるあウェブ上で見れ る, 見れるで自分がこうウェブのページを見に行けば終わったかどうかがまあ分かるっていうのがまあ普通、はい、そうですね。それね、あのまあじゃあ試しにですね、うん、我々のあの最も身近なドットネットコアの身近なんですか。そうじゃないですか。マゴさん見てます。やばい、やばさはあれだけど、こう。あ、すごい違うな。なんかどっかにね、ドットネットコアのビルドシステムがジェンキンスで動いてた、今も動いてたような気がするんですが、ちょっとそのものズバリが出ないかな。ドットネットコアビルドステータスかな。なんか違いますね。コア FX。なんかたまに見かけるのは、うん、あの GitHub とかで、うんはい、あのビルドした結果がパスしてるか否かみたいな。そうですね、あのバッチですね、はい、あのステータスバッチがもちろんありますね、うん、であれの先に、デイリービルズ、うーん、あ、しまったな、さあのあらかじめほあの探しておけばよかったですね。コードコードコード、まあまあまあいいですよ。あ、ちょっと、あ、じゃあ、うん、あ、今下にちょっとありませんか。あ、ありました。あ、こういうのじゃなくて、これは全部バッチが並んでいるので、あ、ちょっとひょっとしたらここを例えばですね飛ぶとなんか出るかな。あ、こういう表示とはまたちょっと違うんですか。あ、違いますね。これはあの本当にもうアイコンだけで見れるようになってるだけで、でこの先に大抵その自動ビルドシステムがあるんですよ、うん、でそれはあのジェンキンスみたいに自分でその環境を用意するものか、あるいはその VSTS とか、うん、有名どころでいうとアップベイヤーとか、うん、サークル CI とか、あ、これジェンキンスですね、上、うん、出てますね、ジェンキンスですね、ここに出てますが、ちらっとゼロ個の失敗、はい、169個のスキップ169ですね。このスキップなんじゃそれみたいな。これはあの、じゃあちょっと先頭に戻るとですね、で先ほどのその、はい、まあ、メールで通知みたいな、まあ、手前でもともと通知で見れるものはどれになるんですか。ですね、まあ、通知というかこう確認してるものというか、ね、まあ、そうですね、まずね、はい、今これまあ、これなんかアイコンとかも好きなように変えれるんですけど、これなんかえらくシンプルだなと思って今見てるんですけど、これ多分お日様マーク出てるやつはこの、あのビルドのプロジェクトはビルドに成功したっていうマークだと思います。これちなみにその S とか W の列っていうのはこう、はい、どんな意味なんですか。これなんか最新ビルドのステータスになってますね。あ、なるほど。 W は、で W が最近のビルドのステータス、そう、あのね、これね、ずーそう、ずっと成功してると晴れなんですよ。でなんだけど失敗してると雨で、でなんか成功したり失敗したりが繰り返されてるとこういう曇りみたいな。じゃあこのジェンキンスでそのビルドしたりテストしたりっていうのは、うん、まあ、こういうアイコンで確認をすると、標準的な機能。そうですね。これ、まあ、ここでは言わないんですけど、掘り下げていけば具体的に何で失敗したとか、うんうん、そういう詳細情報も取れるようになっている、まあ、いわゆるあれですよね、ダッシュボードみたいな。そうですね、ですね、ここでまずその、概要をまあ把握した上で、うん、はいはい、まあ、必要であればより掘り下げると、はいはい、いう格好ですかね。じゃあ先ほどの、うん、じゃあ、XFD、はい、エクストリームフィードバックデバイスっていうのは、はいはい、じゃあ、これを何かするものなんですか。うん、ですね、まあ、今ちょうどこうやってあの掘り下げてあのこの画面出して見てもらったんですけど、逆に言うと、うん、とあるプロジェクト、ここで見てると例えばドットネット CLI っていうプロジェクトが今最新のものが成功してるのか失敗してるのかっていうのを見るためには、このページに飛んでって、この リストの中からこれを選んで、でどうだったかっていうのを見なきゃいけないわけですよね、このアイコンの、うん、でまあこれ見ればまあ雨が出てるっていうのは分かるんですけど、それ一手間かかるし、それからあの我々がそのこのページにアクセスしないとそれが分からないわけですよ、うん、
で、そのアジャイルソフトウェア開発ではそのなんかそのプロジェクトのチームがその、そういうプロジェクトにそのプロジェクト の, そのゴールに向かって作業してるわけなんですけど、何か問題が起きたら早く対処したいんですよね、うん、でなのでそれをあの究極までにあのその早くその問題を知りたいと、知りたいっていうのを究極までエクストリームに知りたいっていうのは、なんかこういちいちこのページにアクセスしないとその状況がわからないというのではそれ一手間多いので、もっと早くわかるような何らかの手段が欲しいわけですよ、うん、それの手段の一つがあの XFD という考え方なんですね。ということはその、うん、エクストリームフィードバックデバイスの、まあ、意味合い的には、はい、エクストリームはまあ究極的に、そう究極的にで、フィードバックは、はい、まあ、伝えるという、はい、そうですね、究極的に早く伝えるためのデバイ ス,、うん、デバイス、そういうことです、ね、ああなるほど、はい、はい、そうなんです、その手段は、まあ、どんな方法でもいいね、別にあの、うん、何か決まりがあるわけではないですね、うん、ただまあなんかそのできるだけ早くチームが、あ、何か問題が発生しているということが気づけれればいい、あ、なるほど、うん、なるほど、っていうことですね、そこがポイントです。わかります、はい、で多分この方は、ビルド結果すべてメールで通知って書いてあるので、うん、多分あのジェンキンスがビルドするたびにその結果がメールで送られてくるんでしょう、うん、まあで僕はですね、あのアウトルックのアカウントメインに使ってるんですけど、まああのぶっちゃけメールのアカウントで、ね、週に1回か2回見るか見ないかぐらい、うん、あの私に連絡を取ろうと思っている方はあのぜひメールはやめてください。あのメールボックスの中に1日1000通ぐらいゴミが来るので、あのちょっとあの無理ですみたいな、うん、あの SNS で連絡してもらった方が早いです。で、まあそういうこともあるので、この一文を見るだけでも、あ、なんかすごい大変そうだなって感じがちょっとふつふつと私は感じますね。一日何十通ものメールが来るみたいに書いてありますよね。じゃあその XFD っていうと、うん、その要はいろんな手段があるわけじゃないですか、はいはい、早く、うん、そうそう早くてもらうための、うん、まあ、デバイスとついてるので、うん、まあなんか物理的な何がしらかと思うんですけど、うん、はい、例えばその、何でしょう、パトライトみたいななんかくるくる回って光るとか、なんか電気ビリビリになるとか、そうそうありえますね、いろんな方法があるっていう、はいはい、そういうなんか、ものの総称みたいなイメージなんですかね。そうですね、ちなみに今のそのジェンキンスで言うと、はい、あ、まあそれに限らないかもしれないですけど、うん、そのそういう物理デバイスにその接続するようななんかやり方というか、うん、API というか、はい、そこはなんか標準化されていて、はいはい、こういう XFD という用語がついているものなんですかね。はいはい、ですね、2つありますね。2つある、あの標準的な方法はないです、ぶっちゃけて言うなら、うん、で例えばジェンキンスで言うならば、2通りあって、1つはそのビルドが完了した時にあの走らせることのできるジョブを登録できるんですね、うん、ジェンキンス上に、うん、そのジョブがどこかにネットワーク経由で何らかの通知をする、うん、とその通知先が XFD で、それを受信した XFD が何か何かアクションを起こすと見える形になると、うん、見える、まあ、何らかのスクリプトが、うん、呼び出しができるので自分で頑張ってデバイスに通知をしてくれる、うん、そうそうっていうのが一つ、うん、まあもう一つは、まあ、今のの逆のパターンで、 XFD のデバイスが定期的になんかそのジェンキンスなジェンキンスのそのサーバーにアクセスして、うん、でまあポーリングするわけですね、まあ、レストみたいな感じですね、うん、そうそうそう、うん、でステータスが変わったら、まあそれに応じてそのフィードバックを、あ、なるほど、フィードバック動作する、それはあくまでその、各ジェンキンスなジェンキンスだし、うん、例えば、TFS みたいな、うん、そう VST ですね、あ、はい、であればまたちょっと違う、あ、そうですね、別の方法、そこはもうなんか API はそれぞれですね、うん、特に標準化された方法はない、そう、例えばその、VFD って売ってる製品を買ってくれば、はいはい、まあ、いろんなビルドツールの、はい、まあ、極端な話どれでも、はいはい、あの設定すれば使えるとかそういうものではない、ね、ではないですね、うん、ただし、まあ、結局言ってみれば HTTP で例えばゲットでもポストでも何でもいいんですけど、うん、叩きさえすれば通知できるので、あ、わかりました、そう、あの、っていうのはあの今あのここで今例に挙げようとしているのはビルドが成功したか今ビルド中か、うん、あるいは失敗したかみたいな、うん、まあ、例えば3パターンなら結局3ステートだけ
3ステートだけ通知できればいいので、うん、なのでもまあそう難しい話ではない、うん、まあ、ちょっと切り口を変えると、うん、じゃあそれで、デバイス側には情報が得られましたと、はいはい、じゃあデバイスで得たものを、うん、まあ、今度は人に伝えるっていうような、うん、はい、まあ、人が気づける、うん、しかもエクストリームっていった時には、はい、そこはどんな方法がそうですね、行われているんですか、ね、これ今ちょうど出てるこの方の、 あのこのスライドで言うとパトライトですね。まあなんかここに赤いパトライトのようなものが見えてますけど、まあ、例えばこれがあの部屋の中でビカビカ光れば何か起きただろうっていうことが分かるわけですよね、うん、それはあのちょうどあの、我々がそのなんかどっかのビルにいるときになんか火災報知器の赤いランプが点灯してたら明らかに何か変だぞって思うじゃないですか、うん、まあまあバトランプは周りで分かりますよね、うん、そうですね、うん、でこういうのの他に考えられるものとしてはそうですね、なんかあのまあ音、うん、音も分かりやすいですかね、あ、うん、まあサイレンは仰々しいと思うかもしれないですけど、うん、まあなんか何らかの音であれば、例えば音だとパトランプだと例えば遠方にあるとやっぱり気づかない可能性がありますよね、うん、でも静かなオフィスの中になんかけたたましい音が鳴ったらまあ誰でも分かりますよね、うん、まあ、ちょっと 聴覚障害ある方だと問題があるかもしれないですけど、うん、まあそういうような音で、フィードバックするっていう方法があります、うん、あの、真面目に XFD のことを考えているような人たちが考えるのはまあ今言ったようなパトランプみたいなもので光らせるか音を鳴らすかみたいな、うん、まあその2つですか、ね、まあ、先ほどそのそういう意味では人のこう行動範囲で、うん、伝わるような領域っていうのが、うん、まあ、今のところ、うん、そうそうですね、多いっていう感じですかね。だからオフィスで例えばなんかこうチームが 4,5 人で固まってやってんだったら、その中心ぐらいのところになんかこれを置いといて、で全員がなんか見えるような感じにするとか、うん、まあ、そういうような使い方がメインになりますかね、うん、なるほど。まあなんか物理的なものじゃなくても、例えばあの Windows のそのノーティフィケーションのエリアになんか出るでももちろんよくて、そういうことをやるためのまあソフトウェアベースの XFD というのもあります、うん、ただなんかソフトウェアベースだと例えばあのこうメッセージが通知領域に表示されるでもなんか他の通知と一緒くたになっちゃってやっぱり気がつかないとかいうのも、ね、難しいね。例えばその、うん、それこそね、音楽ガンガン流れてるなとこの音で通知っていうとさっきのメールと一緒で、なのでその多分普段の生活の中でその発生しちゃってるものとは一つちょっと違うもので通知っていうところがポイントなのかなという気がしましたね。わかりました。まあまあ、まあ、あのこう人それぞれかもしれないですけども、なんかこうなんていうんですかね、ちょっとポイント的にあのこうパッとするような分かりやすいような形で物理的に見せるっていうのがいいんじゃないかっていう発想がこの XFD ですね、うん、まあ、デバイスということなんで、うん、ちなみに売り物とかでは結構出てないですか。ね、ありますよ、あります、うんうん、まあ、なんかそれなりにニーズがあるのかなっていう感じしますよね。そうですね、はい、うんうん、あの出来合いのものを買うんであればもう買ってくれば大抵なんか LAN の口がついてるので、うん、それでネットワークつないで、で設定すれば使えるというようなものもありますと、うん、はい、うん、そうですね。でもあれですよね、うん、ここにもありますけど、はい、そうですね、これこれなんか作ってますよ、ね、ああそうですねちなみにね、これね、なんかまあこんな感じでね、あのちょっとバックがあれなんで見にくいですけど光ってますね今これね、やっぱりさっきちらっと言ったように、はい、そのじゃあ知らせる手段とか、はい、まあ、置くその場所とか数とかは、うん、結局その、バックエンドの仕組みというよりは、はい、受ける側のこう人の生活に合わせなきゃいけないというか、うんうん、はい、合わせるべきだ、はいはいはい、ので、うん、既製品というよりはこう作って自分に合わせたものを、あーそうですね、用意するっていう。で、XFD はね、なんかこうあんまりそのなんていうのかな、その XFD っていう考え方自体がそのアジャイル方面から来てるんだけども、だけどなんかこうこれだけでなんかちょっとしたそうカテゴリーというかですね、そういうものあの楽しみみたいなカテゴリーがあってあの本来の XFD とは別にみたいなのが
あって、いや要するにいかにエクストリームなフィードバックができるかみたいなことで楽しんでる人たちも確かに少数いて、で例えば私の知ってるところでは、これ完成したのかどうか聞いてないか分かんないんですけど、某有名な方が、うん、あの仮面ライダーのベルトを売ってるじゃないですか、うん、大人向けの大人向けのやつあるんですよ、あのすごい出来のいいやつが、あれを改造してでなんか XFD にするとかですねネタでしょ、ネタだと思います、ネタなんですけど、その方、まあ、あのそれ聞いただけで分かる人は分かるんですけど、あの、まあ、あの仮面ライダー好きで、うん、なのでなんか変身ベルトで XFD できたら面白いんじゃないの、うん、みたいなの、それあれチューブの方ですか、チューブじゃないですね、あチューブじゃないです、はい、でとか、まあ、なんかいろいろあるみたいですよ。これは本当にだから、まあ、パトランプは一番真面目なあのやつで、他にもね、なんかね、これ違うな。なんかさっき見てたのはね、なんか風船を上げたり下げたりするみたいなのとか、なんかそんなのもありました。XFD。なんか成功してれば青い風船が上がってて、失敗すると赤い風船が上がるみたいな。もう作ってしまいましたなんかだからね、なんか一定のそこになんかホビーっぽい何かもあるかなみたいな、まあ作る楽しみの、うん、そう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 、一つではあるのかなっていう気がしますね、うんうん、はい、っていうのがあの XFD ですね、はい、はい、でまあなんかちょっと今あのこんなのが出ましたけどこれがまあそうですね、うん、これね、あの実は前に今なんで突然そんな話が出ていたのかということはあるにはあるんですが、どれだったかな、これだ、よいしょ、これね、何の写真かというとですね、これは XFD なんですが、僕が何年も前に作ったやつですね、自分で。で、見てもらうと、まあなんか分かる人は分かるかもしれないですけど、これ何か分かります？これプリンターのポートって感じですね。そうなんですよね、はいはい、昔のそう、はい、その頃には USB はありましたが、 USB を IO として使うのは今ほど簡単ではなかったんですね。でPC からなんか IO したい、IO 制御をダイレクトにしたいと思う場合の手段って昔はあんまりなくてですね、確立されてなくて、仕方がないので一番やりやすいのがプリンターのパラレルポートだったので、プリンターのパラレルポートから信号を、ね、持ってきて、そいつをあのフォトカプラーを経由して、絶縁して、そう、絶縁して、で、ここにある、このあれですね、あのシグナルタワーを、光らせる。ちなみにこれはどこに、で動いてたんですか？これは僕がその時仕事でやってたあのチームで、こういうのをやったらどうみたいな感じでなんか持ってってつないで、で動かしてたんですね、うん、まあそんなに長い期間使わなかったですけど、まあ、あのこんな感じで昔は XFD していたんですが、まあ皆さんあの今だとご存知の通り、このプリンターポートっていうのはもう死亡していてですねであの外付けの基板ベースのものはあるんだけども、なんかこれ、まあ、基本的にこれを自由自在に IO として使うっていうのは逆に今だと難しい状況にあると。なのでこれ長い間死亡してたんですよ。まあなんか埃が積もってますね埃が積もってます。なのでずっとね、僕はこれをあの最近の技術でリプレースしたいって思ってたんですよ、うん、で前回のセンターシリアルのビデオで、うん、僕らあれをやったじゃないですか、歩行者信号、うん、ペデストリアンシグナル、うん、あこれちょっといじれば XFD になるんじゃねえかと思って、うん、でまあちょっとじゃあいよいよこれを最新のあのものにリプレイすることを考えようかと思ったわけですよ、うん、で出来上がったのが、これですね。これ見ての通り、あの実はこの写真に写ってるこのシグナルタワーって同じもの、ね、同じもので、これは新しく買い直したんじゃなくて、あそこの昔のこれ、あ、もうこいつはこれこいつから部品が取られた、ね、そうそう、もうこれ使わないんで、もうこれもう見ての通りもうなんかもうぐちゃぐちゃに作ってできればいいやと思って作ったやつでぐちゃぐちゃだったんで、なのでもういいだろうということで外して移植しましたので、あのここの下のベースの部分は晴れて解体と
うん、でこいつだけ、まあこいつは AC アダプタ、AC アダプタだけ使ったみたいな感じですね。でポイントがあって、そのこれ 24V なんですよ、シグナルのこのタワーが、うん、これ LED 見るからに LED で開ければ LED って分かるんですけど、まあ、24V を要求するんですよね、うん、なんでちょっとコントロールとしてはあのややまあ面倒ですよね。大抵なんかその CPU 今 3.3V とかそういうので動いているので、うん、なのでちょっと 24V 動かすのにはまあ、 あの一工夫必要だということはありますね、うん、この時にどうしたかっていうと、まあ、今のこのフォトカプラを使ってもう 24V ライトで絶縁したと、うんうん、でこっちはなんかいろいろこれを作る時にも調べたはずなんですけど、その時にもなんか PC 側のその電源事情はなんかあんまり良くないらしいと、パラレルポートに対しての、うんうん、なのでやっぱり絶縁しといた方が安全だろうっていう思いもあって、まあ手元にフォトカプラがいっぱい余ってたというのもあるので、まあこのフォトカプラを使って絶縁したという事情があります、うん、なので今回その最新のものに移植する上で、まあそこの部分をどうするかなっていうのがまあ難しくはないですけどポイントかなとは思ってました。うん、はい、なんか懐かしい感じですよね。そう、このコネクターとかね、うん、そう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 、これもね、うん、最初ね、うん、そのまま移植しようかと思ったんですけど、穴がめんどくさくてですね、 丸穴はいいんですけど、そのなんか ネジ穴が あるんですよ、まあ、ケースに入れるっていうのがね、うん、そうで、まあいろいろ考えた末にもういいやと思って近づけ、まあね、見てみるとこれちょっと今、うん、ちっちゃくて見にくいかもしれないですけど、うん、はい、こうやって見ると、うん、まずパッと気づくのが、うん、ケースがプラのケースに変わってるんですよね、はい、そうです、はい、これなんで変わってるんですかね。それはですね、これさらにじゃあちょっとこっち側をよ写真側をよく見ていただくと、電源は黒いコネクターでこう電源入ってきてるんですよね、コネクター経由して、うん、でもう一方の方がパラレルポートのケーブルなんですよ。うん、で最新のこのできたやつを見ていただくと電源しかないんですよ、うんうん、何かというと、まあ、あの前回のビデオを見ていただいた方には分かるんですが、こいつの中には ESP8266 が入っていて、Wi-Fi で接続するようになっていると、うん、前回のこの前のやつは、パラレルポートで信号の受け渡しをしてたんですけど、うん、まあ、あのモダンなあの Wi-Fi で直接接続できるようにしたので、うん、ケーブルは1本しかないし、それから Wi-Fi で通信しなきゃいけないので、金属 あのケースに入っていると電波が遮断されてしまうのでプラスチックのケースになっているということなんですね、うんうん、だからこれプラスチックのケースにしたのは、まあ、あのまあ、アルミも細あの薄ければ加工はしやすいんですけど、まあ、加工しやすいっていうのもあるし、それから Wi-Fi で通信させるがためにプラスチックのケースを選んだっていうことですね、うん、なんかもう先に聞こうかなと思ったら線の話が、はい、先に言われちゃったので、そうすか、まあいろいろ複合的に判断して、まあ、プラスチックでいいかと。これボタンがなくなってるじゃないですか、はいはいはい、これは何か意味があるんですか。ねあんまりないです、うん、これね使い、はい、つけてみたんだけど、これ電源スイッチなんですよ。あ、電源スイッチなんですね、うん、で、この前のやつも一旦入れたら入れっぱなしだったので、うん、まあ意味ないなと思って、うん、で今回はもうスイッチも省きました、うん、電源スイッチなんですね、はい、で電源切りたければ、まあ、AC アダプター抜いてくださいみたいな、そういう話ですね、うん、そうですね、うん、でこれはまあ今ちょっと話があった通り、はい、電源の線しかないので、うん、Wi-Fi でやってると、うん、はい、いうことですね。そうですね、まあ今だとあれですもんね、うん、Wi-Fi 簡単にできますもんね。そうそう、あの、うん、これを素直に延長し、あのこう今の、うん、現代の技術にあのアップグレードした方法として、この先を USB で接続するっていうバージョンも考えたんですけど、まあ多分その先はさっき説明したようにジェンキンスとか VSTS とかそういう、うん、要するにビルドシステムと結合するってことを考えると、もう初めから Wi-Fi でいいんじゃないかなと。もしこれ先 USB にするとまたこう USB を挿してそいつを常時動かしておく PC が必要だっていう話になってしまうじゃないですか、うん、なのでまあなんかいろいろ考えた末は、まあ、Wi-Fi でいいんじゃないかなと
まあ、都合よくそのつい最近 Wi-Fi やりましたしね、うん、ESP8266 を触っていたので、なのでまあ結果的にそういうあの構成にしたということですね。うん、松岡さんだったらどういうふうにします？僕だったら、うん、まあちょっと論点ずれちゃいますけど、はいはい、やっぱり一番最初の、なんていうんですかね、このシグナルタワーでいいのかとか、うん、そっちをまず考えちゃうんですね。その人への伝える手段を、あ、それはもちろんそうですね。そうですね。だから、でそこで、うん、多分このシグナルタワー以外のものいろいろちょっと試すっていう風にまず行くと思うんですね。あ、なるほどね。うん、で、あとはきっとその N 数を増やすしたい。N 数？数を。あ、このタワーの今これ3つあるんですけど。あ、いや、このデバイスの。あ、デバイス、ね。例えばその生活の範囲内なので、はいはい、例えば、まあ、家に置きたり、うんうん、会社に置いてみたり、それこそ移動中どうするのかっていう話があるんですけど、うんうん、はい、その寝室に置いたりとか。はい、対応するのかって話はあるんですけど、まあまあまあ、はい、で多分そのあたりを考えて、うん、まあ、Wi-Fi にするのか、うん、何にするのかっていったあたりをちょっと考えるかなという気がします。なるほどね。それってあれですか、うん、なんか、これを単に量産すればいいっていう、いや量産っていうと大げさですけど、まあ、たくさん作ればいいのかっていう話なのかなと思ったんですけど、あ、その Wi-Fi にするのか否かとかその辺を考えて多分決めるかなという気がします。あ、そういうことね。そうです。なるほどね。そうです。あとさっきの API の部分、あとはそうですね、ちょっと分かんないんですけど、こう、うん、さっきのメールの話でいつも赤ついてたら、うん、多分狼少年みたいになっちゃうので、いや普段は、まあ、何もついてなくて、はいはいはい、で緊急の時だけパッと早く知らせるっていう、あ、そちらが、ね、うん、その多分さっきのメールがもう見ないっていう、うん、あったじゃないですか、はいはい、そこの話と絡むかなと思って、例えばこれがいいのか、じゃあさっき松井さんは、うん、自分への連絡はSNS で、うん、メッセージで、はい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 、じゃあメッセージの方がいいのかみたいな。でもそれはね、ありますよ。メッセージ通知すると、うん、じゃあ今度はそっちが荒れちゃうので、うん、そうですね、はい、なんでその辺のこう何を優先して何を優先しないかみたいなので、はい、ちょっとこのこことか、はい、さっきのそのつなぐ Wi-Fi がいいのか何がいいのか、うん、あたりがちょっと興味ポイントかなという。ああ、なるほど。もちろん、それはね、考えた方がよくて、まあ、今回はその XFD というネタで話してるんで、まあ、そうなるんですけど、うん、でも実際のところなんか Agile の開発で、まあ、最近、まあ、これだとあの物理的なものを作らなきゃいけないじゃないですか。僕はなんかこれを簡単に作れる方法を用意しておきたいなっていう思いはあるんだけど、まあそれを置いといたとしても物理的なものをなんか作ったり準備したりしなきゃいけないので、まあ例えばですけど、今だとあのチャットシステムをあの業務に使ってるところは結構あの Agile 開発やってる方は結構多いと思って。てるので、うんうん、そういうところのあのスラックとかですね、うん、ああいうシステムと直接連携してそのビルドが成功したよっていうのをそのメッセージとしてチャットにポストするっていうのはもう今は普通に、うん、あの行われてることだと思います。それも一種の XFD ですね。なのであれですね、そのこう XFD と言いつつもちょっとこういうものを作ってみたいとか、うん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 、あのちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど、うん、はい、その VFD として、はい、あ XFD としてどうっていうポイントじゃなくて、うん、ちょっとこの新しいデバイスを使ってみたいから、はいはい、それを XFD で作ってみましょうみたいな、はいはい、それね、それあの僕の念頭の中にあります。というのはなんか僕はなんかどちらかというとその開発でもプラットフォーマー寄りなので、あのこれをボイラープレートみたいにしたいと思ってるんですよ。でこれあの今自分の私 の, あの GitHub のあのリポジトリにもあるんですけど、そこにもちらっと書いたんですけど、ボイラープレートと言ってるのはこいつ今青と黄と赤こう、あなんで青緑じゃなくて青なんだって話もちょっとそれは話もあるんですけど、まあ、ちょっと置いといて、これ今回その設計した基板今中にこうやって入ってて、ちょっと見にくい、あのちょっと見えないかもしれないですけど、ここへ内部にも LED がついてるんですよね。で4つついてるんですよ、うん、で、まあ、そのうちの3つしか今つながってない、まあ、このタワーが3つしかないので3つしかつながってないんですけど、一応この基板としてはあの4つ の,
あのアウトプットを持っている。でこのアウトプットをどうつなぐか、これはあのこのシグナルタワーにつないだんですけど、うん、そうじゃなくてなんか別の何かにアウトプットができるように一応考えてあります。なのでこれを使ってですね、まあ、例えば基板だけ使って、でもフィードバックの方法はやりたい人に任せるみたいな、うん、そういうようなことをちょっとあの自分でぼんやりとは考えてたんですね、うん、だから言ってみればここの部分をすげ替えて何かあなたの思うエクストリームな何らかの表現方法に接続できるようにしたいなと思っていた、うん、ので今話してたようにその、ね、じゃあ、シグナルタワーじゃない別の何らかのフィードバックの方法につなぐ、つなぎ込みやすいようにっていうことはあの考えてました。うんうん、だからまあ、 あの僕のこのプロジェクトとしての到達点はまあそこにあるかなと、うん、ボイラープレートとしての XFD を作るみたいなのをちょっと目標としても置いてましたね、うんはい、っていうのが、この今お見せしたこれですね、うんはい、なるほどね。まあ、これでも作る過程で経験するものも大きいですよね、うん、そうですね、あんなどうやって開けようとかね。そう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 。あのあとまあ尋ねましてこれあまあこれ流用したのかこのシグナルタワーどっから、うん、どこで売ってんだとかね。ああそう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 。これねシグナルタワーがまたまあちょっとねお値段するんですよね。多分ねあの下の方がはるかに安い。シグナルタワーが高い。なんですが、まあ、もしあのリスクがあってもいいっていうことであればなんかアリエクスプレスとかああいうところで探してもらうとなんかすごい安いその代わりなんかちょっとチープなやつが売ってたりもするので、うん、そういうのでチャレンジしてみるっていうのもあるかなと思います。もちろんそれってシグナルタワー、まあ、みんな見てくれとしてはこんな感じなので、まあ、大きさは違いますけどね、なんですけどこんなんで工業 いかにも工業的な感じなので、うん、そうじゃなくてもっとファンシーな何かみたいなのがあるんだったらもちろんなんかそういうのであのこう楽しんでいただいた方がいいんじゃないかなって、うんうん、個人的には思います。さっきのその、バックエンド側ジェンキンスとかにいろんなものに対応しようと思うと、うん、この中のプログラムを書き換えるっていうのが、うんうん、そうですね、はいはい、そうです。これはあのシステムとしてはあの前回 その歩行者信号のシステムと非常によく似ていてですね、うん、回路図がですね、まあ回路図がこんな感じです。あのまあそんなにあの複雑じゃないし何かこの間のとパッと見で何が違うんだみたいな感じぐらい似てるんですが、違うのはここの部分ですね。ここの部分が、トランジスタアレイが使われていて、で、IO にはそのトランジスタ あのコレクターと、まあ、エミターというかあの設置ですね、グランドがつながっている、まあ、電源もありますけど、まあ、こういう感じの構成になってます、うん、なんでもうここからこっち側はほとんど、あ、ここからこっちで見えてない、ごめんなさい、マウスが見えてない、ここら辺から真ん中から左ぐらいは、うん、前回のともう全然変わってないですよ。ほとんど変わってないです。で、こっち側ですね。こっち側が、トランジスタアレイになっていて、ここにその今だとシグナルタワーがつながっているっていうような構成になってますね。なんで、まあ、あとはその結局 IO の制御だけなんで、まあ、あの今回も Arduino プラットフォーム使ったんですけど、まあ、ぶっちゃけ、まあ、あとはどうやって IO をコントロールするのっていうことだけですね。うん、ですね、前回 の、うん、そのさっき写真あった、はい、パラレルで接続するものだと、当時もそのウェブの、はい、ビルドツール使ってるのがちょっと分かんないですけど、はいはいはい、その、動きを変えようとかってした場合は、うん、はい、その PC 上のアプリケーションの変更で対応してたっていうことですね。でこれだと、うん、今聞いた感じだと、うん、このマイコンのプログラムを変えるっていうので、ちょっとその、使うべきテクノロジーというか、うん、はい、がちょっと変わってきてるような感じは受けますね。はいはいはい、ポイントはあって、これもあのこの今回作ったこれもそうなんですけど、これあの基本的になんていうんですか、普段この箱は閉じていて、もうこのままボーンとデスクの上とかに置いて、うん、置いて使うと。
いうことを考えると、あんまりなんかこれの中のプログラムって いじりにくいじゃないですか、うん、OTA できるんなら別ですけど、まあ、OTA できるように作ることもできますけど、まあ、OTA は OTA でまた面倒くさいので、まあ、基本的にはなんかプログラムをファームとして書き込んだら以後はもうほかりっぱなしっていう運用になると思うんですよね、うん、なので、そこでポイントになるのはこの、まあ、ちょっと説明が面倒なんでこのシグナルタワーに限定して言うならば、これの光らせ方をどういうふうに変化させるのかぐらいがバリエーションとしてファームの API として用意できていれば、そうすれば外部からはもうとにかくそれを URL で叩くだけ、HTTP でゲットとかあくまでこっちが、なんですかサーバー側になって何か別のものから通知して光らせ方だけ指示する、うんうんうんまあ、あるいはさっき例えばジェンキンスというのは2通りアクセスする方法がありましたと。でジェンキンス側から能動的にこいつに叩くのか、うん、あるいはこいつがポーリングで定期的に見に行くのか、で、まあ、見に行くんだったら別にねこっちから HTTP クライアントとしてちょっと特定の URL 見に行くだけなんで、まあ、そっちの方はさらに簡単ですよね。コードを書く上では。なんだろうな。どちらかというと前者の方が周りかなという気はしますけどね。後者だと先ほどのそのバックエンドの変更とかを舞い込んでやらなきゃいけないのかとか、どうやって設定作るんだみたいなところがあるので、まあね。と思うじゃないですか。ところがですね、例えば僕まあ、今回デモではやらないですけど、もし例えばなんか デモンストレーションで、まあ、仮にですけど、こいつをデモすると考えたときに、さっきドットネットコアのそのジェンキンスのサーバーを見てもらいましたけど、うん、あいつと連携させようと思うと、こいつが今所属しているネットワークが、うん、ローカルのプライベートネットワークに存在するとできないんですよ、うん、その方法。ああ、なるほど、ね。うん、要するに、ジェンキンスのビルドサーバーはどこにあるのか、もちろんドットネットコアのジェンキンスをいじる権限が我々にはないので、向こうの設定書き換えるってことは不可能なんですけど、仮にそれができたとしても今度はファイアウォールに穴開けてここまでアクセスできるようにしなきゃいけないので、それもなんか面倒な話なんですよね。なのでだし、まあなんかセキュリティのことを考えるとちょっとどうなんだっていうのはあるじゃないですか。もう外からダイレクトにこいつにアクセスできるようにしちゃうとポートフォワードとかでやろうともできますけど、中間サーバー必要になっちゃいますね、うん、そうそう、いろいろ面倒なので、そのポーリングっていうのは泥臭い方法ではあるけど、まあなんかやっておくと、まあ、いや多分、うん、そのポーリングが良し悪しというよりは、うん、僕はそのまあやるんですよ、ターゲットとしてるかどうかは別にして、その対象先の変更とかをやろうと思うと、うん、マイコン触らなきゃいけないところを何か解決できないかなっていう。ああ、なるほどね。それはですね、こいつが仮にウェブサーバーっていうと重々しいものになっちゃうんであれなんですけど、うん、まあ、ウェブのサーバーになるとするなら、まあ、そこでなんか簡易的 なんか設定画面とかを用意できて、で ESP8266 ってその EEPROM 領域があるんで、そこにその設定されたものを書き込んで参照できるようにしておけば、うん、そうすれば、まあ、一応管理、うん、プログラムを変えなくても管理できるようになりますよね。だからそういう意味では変えるポイントをあらかじめ、うん、拾って、うん、まあ、それを実装すればできると思うんですけど、その、何でしょう、その比較的最初に話したようなその、PC のプログラミングよりもマイコンのプログラミングできる人は僕は少数だと思っているので、うん、そうそうそう、だからなので上である程度できるように、うんうんうん、もしくは、設定でできるようにっていった点で、デバイス側をできるだけ触らずに、うん、そうですね、はい、それはなんかできるというぜひやりたいところですね、うん、と特にその僕がさっき言ってたような こいつをやってる目的が、まあ単にその過去作ったもののリプレイスっていうのの他に、その XFD としてのボイラープレートのその基盤のデザインとか、なんかそういうようなことを一応妄想としては考えているので、なのでその、ここに書き込むべきファームウェアも、まあ、なんかさっき言った2通りの方法が両方ともサポートできて、なおかつプログラムを一切触らなくても、うん、そのリモートで設定が可能、まあ一番分かりやすいの例で言うならルーターですね、市販のルーターって Wi-Fi ルーターとか買ってくると、まずなんか
ネットワーク、これネットワークないですけど、うん、ネットワーク LAN で接続して、で、うん、あの URL こうやって入力すると管理画面が出るから、うん、だからここで初期設定してくださいみたいな流れがあると思うんですけど、ああいうような感じで設定できるようにすれば、うん、まあ真のアプライアンスみたいな感じになるかなと思ってるんですね、うん、だからまあなんか最終的な目標はそこかなと思ってます、うんうん、そうすればまあプログラムはね、よほどなんかこのアウトプットで何か凝ったことをしようと思ってない限りは、なんか その設定だけでいけるようになると、うんうん、なんで、まあ、一番あのベタかなという感じです、うん、ボーリングね、ボーリングね、悩ましいですよね。 なんですか。うん、ボーリングの別に 今やブロードバンドだから、うんはい、どんだけ通信してもへでもないわっていうのはあるんだけど、まあなるべく通信量を下げちゃう。ああまあそうですね。通信量っていうのはその、金額ではなくてボリュームとして、ね、はい、まあ例えばやっぱりどっかに中間サーバー必要になっちゃいますね。いやまあそうですね。今の仮想だとね。その前にですね、深刻な問題はあって、ESP8266 の Wi-Fi 遅いですよ。うん、というか ESP8266 がマイコンなんで遅いのは仕方ないとして、それがね、通信してる間電波占有するので、それにつられて同じ帯域使ってるところは相対的に遅くなるんですよ。それはその、Wi-Fi のアクセスポイントとのやり取りする、うんまあ、規格が低いもので、うん、帯域を使っちゃう、うん、そうそうそう、うん、そのこいつが通信してるときはですよ、うんうん、分かります、うん、で、僕そのことは自分でそのなんていうの測定したわけじゃないからわからないんですけど、一応前回のそのペデストリアンコントロールでも一応そのことは考えてて、うん、通信しないときは一応 ESP の場合 Wi-Fi 完全にオフにできるので、うん、オフにしてるんですよ。で Wi-Fi をオフにしないと帯域使っちゃうんですか。あ、わからないです。そこがだからその測定、測定してないからわかんない。今度は測定します。あ、そうですね。なんか持ってましたね。なんかなんでこれのデバイスをまあちょっと用意できるだけ、まあ、10個ぐらい用意してみて、帯域どんな感じか、そうそう、全く出てないんだったらね、それは安心して使えるから。ちょっと興味深いですよね、うんうん、ひとたび通信しちゃうとなんか僕はそっちの方面に詳しくはないので、はっきりしたことはわかんないですけど、でも理論的には例えばなんか変調方式が低い変調方式で、うん、その同じ時間声優されたら変調効率の高い変調方式で通信してる方がはるかに速い速度で通信できるけど、まあなんかこんなことありえないけど1秒間それで声優されたら他のやつは1秒間話ができないのかみたいな話で、うん、なんか効率に問題が出てくるんじゃないかなみたいな。でしかもこういうデバイスだとたくさん置けちゃったりするので、うん、だからそう置けば置くほどなんかその特に802.11って少ないので、チャンネルが結構そのなんてですよ、よく展示会とかでね、Wi-Fi埋まっちゃう、その、うん、僕なんかでよく典型的に見るのが、うん、メーカーフェアのイベント行くと、うんはいはい、もう展示物で Wi-Fi 使ってるものっても結構あると思うんですけど、うんはいはいはい、もう軒並み使えない。そうですよね。でもそれって、うんまあ、展示の時だから混んでたよねなんだけど、うん、なんかもしかしたらこの行く末自分の部屋の中もそうなっちゃうんじゃないかなと思うところがあって、ね、でもこれって道路の渋滞だから、うん、道路広げるかなんだか、うん、なかなか回避する方法がないよなみたいな。ニャンニャンの車を作るわけわからんけど。ちょっとね、なんか目に見えないがゆえに、うん、なんかこうゴミじゃないけど、うん、そうもうちょっと気を使わなきゃいけないんじゃないかみたいな、そうですね、うん、感じはねちょっと受けてます。まあ過剰ですけど。でも、まあ、残念ながらこいつの場合はすぐにステータスを反映させたいデバイス、エクストリームにフィードバックしたいのでっていうことがあるので、多分常時接続っていうところからは離れにくいかなっていう気はしてます、ね。常時接続でプッシュ通知なんでしょうね、ポリング、うんうん、まあ、がエクストリームな感じ。そうそうそう、そんなでなんかウェイトもなしに引きなしになんか API 叩けっていうことはないと思うんだけど、まあ例えば1分に1回とかなんか2、3分に1回ぐらいかな。本当はなんか XFD の定義としては早い方がいいんだけど、まあ現実的なことを考えるとそういうふうに周期を 長めにとってやるかみたいな。そうか、サーバーレス系の
バックエンドだとつなぎ先がないですもんね、コネクション貼っとこうみたいなのがないですもんね。でもニーズはありますよね、うん、当然、うん、かそういうのはあれですよね、なんかあの何でしたっけ、XB とかどうなんですかね、 XB かあるいはあーローラーじゃなくて何だったっけ、もうちょっと広いやつありましたよね。ああそれはさっきの電波の占有とか、うん、あ それは当然違いはあるんですけど、うんうん、ちょっと今僕が気にしてた、うんうん、あのノア、のはその、先ほどの、効率よく行った方がいいなと思ってるので、うん、ポーリングは避けたいんですよね、うんうん、でもファイオールの考え方なので、うん、当然つながらないじゃないですか、はいはいはい、ってなると、まあ、MQTT みたいにデバイス側からつなぎに行って、うんはい、セッションを貼っといて、うん、で通知投げるような格好、うんはい、で接続先が用意しないとなみたいなところで、うんはいはい、でもニーズはあるよね、何かないのかなっていう。MQTT はTCPIP の上に成り立ってるんで、なんで、なんで、あの、その Wi-Fi の、あの、パケットを食わないかどうかとか、あるいは Wi-Fi のその帯域を制御しないかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。まあ、さっきの話で、なんか基本的に何も通信してない時でも何か影響を及ぼすのかどうかっていうことにつながるんだと思うんだけど、それはあれでしょ、うん、Wi-Fi の話で、そうそうそう、まあ、うん、Wi-Fi で言うならね、うんうん、こいつがね、あの物理的な LAN を持ってんならまあ別ですけど、それもちょっと考えたんですけどね、あの本当あのさっきの写真見てもらったそのパラレルポートをやってた時にはその USB はもちろんのこと LAN でつなぐのにもものすごいコスト高かったんで、うん、全くあのその眼中になかったんですけど、今だとね、あの、まあ、むしろ LAN よりも Wi-Fi の方が楽かみたいな、まあ、なんかあの時代は移り変わるなみたいな感じなんだけど、まあ、LAN でつなぐって方法もなくはないんで、まあ、そういうのも選択肢の一つとしてあるにはありますよね。まあ、今回とにかく図面引くの楽だし、前回の図面半分流用できそうだなみたいな感じだったんでこうしたんですけど、まあ、あの、LAN でつなぐって方法もあり得ると思うんですよね。今、あれじゃないですか、なんか I2C か SPI でつなげる LAN のモジュールとかもありますよね。まあ、優先 LAN ってことですよね。あ、そうそう、優先 LAN。いや、でもさっきのファイアウォールどういくかっていうのは気になるな。まあね。うん。となると、もうちょっとその汎用で、うん、サーバーレスなんだけどコネクションが維持できる、サーバーレスじゃないじゃんみたいな、うん、それはあれじゃないですか、例えば Azure でいうとこの、イベントハブみたいなものでつなげるか、下りなので下り、下りがあるので、うん、IoT ハブなんですよね、なんですけど、それって結局さっきのあのジェンキンスと、うん、自宅のこのうん、XFD との間に必要っていう話なので、それは別にあの IoT ハブだろうが独自サーバーだろうが何でもいいですよね。何でもいいですよ。でそれがまあいわゆるその、そのサーバーレス相当なもので何か機能が提供されてるものないのかなと、うんうんうん、あのあれじゃないですか、うん、MQTT がいける環境なら結構楽にいけるんじゃないですか。うん、MQTT サーバーを立てれば別にできるよねっていうのは分かりますよね、うん、あとは既存のサービスでっていうと、そうそう、Azure のハブあたりになんかなかったですね。デバイス単位のサービスでないかなと思うんですよね。あ、なんかサーバー立てれば別に、うん、IoT ハブも IoT ハブ立てるって声じゃないですか、はいはいはい、でしばらく下がりますと、うんうん、でサーバーもサーバー立てるって声があって、うん、で MQTT じゃないですか、はい、じゃなくその1デバイス単位でなんか立てれるものとかないのかなと、登録するようなね、あの普通 の、うん、あの Azure のハブサービスのどれかをあの別に IoT だということに限らず使えばいいんじゃないですか。それがどのさ、うん、あの例えば Azure でも AWS でも何でもいいんですけど、なんかそれがどれのサービスに対応するかちょっと分かんないんですけど、うん、あの僕は Azure 詳しくないんで、はい、逃げた逃げた、まあ、僕もカテゴリー違いですからね、まあまあそうそうですね、でもなんかあると、まあクラウドサービスだったらサーバーと立てなくてもいいじゃないですか。だからまあそういう、あ、そういう意味では、いや、あのサーバーレスって言ってるのはファンクションズみたいに、ああはいはい、
ファンクション機能単位でね。ああ、そうですね。アウティハブはアウティハブ立てて、使用台数に応じてこうスケールさせるので。え、MQTT がつながるやつあったんじゃないですか。IoT ハブ以外に。なんかあったような気がしますよ。昔からあるやつ。わからないですね。わからない。それは多分詳しい。確かね、最初 MQP だけだったけど、途中から MQTT もいけるようになったんですか。サービスバス系じゃないですか。うん、なんかそっちの方のような気がする。それでいいんじゃないかって気がしますけどね。いやいや、それも立てるじゃないですか。うんうん。いや、立てるって言ってもあれはあれでしょ、あのマネージドサービスだから別にサーバー立てなくてもいい。いや、なんだろうな、まあいいや、この話すると長くなる。あ、まあそれがいいんじゃない。多分ちょっとね、ちょっとギャップがあると思います。ああ、じゃあその辺は後でじっくりと。はい、人によっては それが聞きたいんだおめえみたいに思うかもしれないです。そこなんだ、Azure のAzure のサービスが聞きたいんだよね。そうそう。いや、そこでちょっと我々では対応できない、ね、そうそう、誰かゲストを呼ばないと、はい、あ、そうですね。わかりました。はい、というわけで、まあ、こういうものを、はい、あの作りましたと。ものとしてハードウェアとしてはとりあえずこんな風にできてます。あのハードの、これ作った上での反省点は一応あるにはあって、なのでちょっと改良しようかなと思ってるんですけど、一応物としてバージョン1はこれでできましたと。なんですが、今はこれ光ってるできてるじゃないって言うかもしれないですけど、まあソフトウェアがですね、まあこれ L 地下状態なんですね。うん、何もない、あの今通信も何もしてなくて単に光ってるだけみたいな、あのチカチカしてるだけなので、今何分経ったんだろうね。そろそろ本題に入ろうかみたいな話なんですけど。今日やりたかったのは、これどこに出てますかね。あ、あ、そうだ、56分。これ今回ここ、あ、やばい。一旦切る？そうですね。そうですね。じゃあちょっと一旦切りますかね。はい。はい、まあ、次回には今日の話が盛り込まれて、はい、動く状態になっている。ああ、そうですね。はい。はい、ちなみに先ほどの、はい、改良点だけちょっと、そのもう今まだソフトはまだだと思いますけど、そうですね。ああ、そうだ、バージョン1はできて、はい、バージョン2に向けて改良したい点のお話をするとですね、まあ、あの一つは、これちょっと、あ、これまあこう中今こんな風にバラして見えてるんですけど、ちょっと小さいので撮った写真があるので、そちらを見てもらうかな。そちらはですね、ですね、どれだったかな、あ、これ拡大写真ですね、うん、ちょうどよかった。ここに今なんか黒いのが、うんうん、ゴキブリの卵みたいなやつがありますけど、これ何だと思います？これなんか電源の何かっぽいですね、うん、モールドされてるね、はいはい、この今この黒い線がこうケースに入ってきてるんですけど、このちっちゃい基板、あのお手製のやつ、まあ、こっちもお手製ですけど、お手製のやつは、まあ、電源基板ですね。で、うん、AC アダプターが 24V なので、ここは電源としては 24V 入ってきます。で、なんで 24V かというと、あの先ほどあの見て、この見てるこのシグナルライトですね、このライトが 24V 仕様なんですね。24V でオンオフするとライトが光るということなので、24V が必要ですと。まあ、方法として、うん、例えば 5V とかから昇圧するっていうのもあるんですけど、うん、まあ、あのとりあえず高圧でいいかと思って、要するに電圧を下げる方で考えましたと、うん、でこういう基板を作ってでつなぎました、よしよし、で電源入れたら動きましたと、うん、動くねえと思っていたらあっちっちになったんですよ。あ、何かというと、今ここにこのスイッチングじゃないんですか、ここの、はい、このゴキブリの卵みたいなやつは、普通のスイッチングレギュレーターをつけてました。スイッチング？こんな感じになってたんですね。ああ、だからスイッチングじゃなくて。ああ、スイッチングじゃない。普通の、そうそうそう、シリーズレギュレーターになっていて、うん、で、これ、今、ヒート寝具ついてますけど、ね、うん、最初にやった時はついてなくてですね。それ。うわ、あっちとかなって。24から5なので。3.3 ですよ。3.3。24から3.3 で、で、電流が、うん、まあ、どんだけ流れるかですけど。はい、うん、そう。かける電圧の差圧、はい。はい。で、電流は、こいつ1アンペアいける。
あのやつだったので、規格は満たしてるだろうとは思ったんだけど、とにかく熱くなる。いや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 。でこれワットは見ました？ワットは見た。あと確か見たはず。一応収まってるんだけど、規格は収まってんだけど、これすごく熱くなったんで、あのそんなもういきなり大やけどするような感じ、あの煙が出る感じではないけど、かなり熱くなったんで、で今これヒートシンク手元に転がってたやつつけてみたんですね、うん、でもまあなんかラチ開かない感じだったんですよ。いやこれどうしたものかってずっと思っていて、であのフラフラといろんなところ、じゃあやっぱりあの何スイッチングレギュレーターを置かなきゃいけない、うん、でもあの筐体が見てもらった通りちっちゃいので、あんまりスイッチングレギュレーター入れれる感じじゃないということで探してたらですね、このロームのこういうモジュールを見つけたんだよね、うん、でしかもこれすごい安いですよ。250円ぐらいだったかな、だったんで、あこれいいわ。でこれあのシリーズレギュレーターじゃなくてスイッチングレギュレーターなんで、ほとんど発熱しないだろうと思っていて、うん、であと使用書見たら、あの規格に収まっていた、うん、あの 24V から高圧 OK で 3.3V 出せる、うん、ということで、うわこれは俺のために作られたデバイスじゃないかみたいな感じで、早速すぐ買ってですね、で物が来たので、まあ、こういう感じで刺してみたって感じですね、うん、で今現在あの今動いてるものを見てもらったと思うんですけど、まあ、全く熱くならない、うん、なのであの普通に動いているという感じで、まあ、最初のトラブルはこれだったと。でそこで思ったのが、本来あのこれ実装した基板だけの写真なんですけど、うん、本来はまあここに今黒、同じ黒なんで見にくいですが、あのトランジスタアレイがあります。そしてここのコネクタでその、あのオープンコレクターの、そのトランジスタ の出力が出るので、まあなんか、うん、例えば、今回みたいな LED とかライトとか、まあモーターつなげる場合は注意がいりますけど、モーターつなげるとか好きなようにこの IO を使って、あの O だけですけど O を使ってくださいっていうつもりでいたんだけど、結局のところなんかその電源がいるよねみたいな話になったんですね、うん、こいつ、こっち側あのおなじみの ESP8266 とかロジックとかの回路はここに LSP1 と2というのがあって、ここに 3.3V を突っ込むんですけど、それ以外の電源は何らかの形で準備しなきゃいけないんだけど、これってつまりは2電源仕様にしな、うん、せざるを得ないよなと。あの全部 3.3V で収まるならまあ話は簡単だけど、多分 O のことを考えると、なんかフィードバックするデバイスをつなぐそのデバイスのことを考えると、なんか2電源にせざるを得ないだろうなって考えると、なんかこの基板だと使い勝手が悪いなって思ってたんですよ、うん、あの使った感想としては、うん、まあ、もうちょっと言うなら電源回路をこいつにあの置ける場所を用意する必要があるなというふうに思いました、うんうん、なので先ほどの電源と基板が2つなので、うんうん、今度は1個にしたい、うん、そうそれを1個にしたいっていう、そうそう、あのバックグラウンドがそういうことですね、はい、これがそうなんですけど、今これが分かれちゃってるんだけど、でしかもここ全部お手製で全部手で判断しなきゃいけないので、まあそれだったらもうなんか基板上にそういうのを作っといて、もし仮に単一電源でいいっていうんだったらもうなんかそれ実装して終わりだし、あるいは使わなくても別電源直接供給できるな、そういうふうにしてもいいし、まあなんかそこは部品を載せるとか載せないとかいう選択肢だけでいけるようにできるだろうと思っているので、まあ次改良する点一つとしてはそれかなと思ってます、うん、でもう一つは、さっきあのこのデバイスどうやってその、設定とかするのっていう話をしたと思うんですけど、うん、今ファームがねあのデモ用なのでこうなんですけど、うん、その例えば、Wi-Fi につなぐので SSID どうやって設定するのとか、うん、あるいはなんかそのさっき言ったジェンキンスのサーバーにポーリングするんだったらその URL はどうやって設定するのみたいなのがあると。でそれに対する解決の一つとしては、その、今のあの市販のルーターみたいに設定画面があのウェブブラウザで見れて設定できるみたいなことを考えた場合ですね、最悪その設定間違えて例えば SSID なんか あの間違えたら二度とアクセスできないみたいな、あの、ファームウェアを書き直せばリセットすればいいんだけど、それやらない限りリセットできないっていうんだと大変なので、なのでこれスイッチついてますよ。これね、これファーム書き込み用なんですよこのスイッチは。このスイッチはアプリで拾えないんですか？これはね、拾えたかな
片方はリセットだから無理かな。もう片方はいけるかもしれないですね。多分これ押しながらリセットとかですよね。うん、そう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 。であれば稼働中にこれを押すのは拾えるはずなんですよ。ああ、うん、稼働中か。そうか、それでもいいかな。稼働中長押しとかね。例えばね。今まで僕が考えてたのはもう一個スイッチを追加してリセット時にそれが押されていたらその記憶してる設定をリセットするみたいなののためのボタンを1個追加した方がいいかなと思ってたんですね。まあそれでもいいかな。いやそのなんかこいつそのボタンを押すタイミングがなんか制約をつけたいってこと、あと難しくはないけどなんか分かりにくいなっていうのがあって、そうで立ち上がった後これを押した時に果たしてそれが反応してるのかどうかパッと見分かりにくいっていうことがあるかなと思ったんですよ。ご表示いやこれで出たら IO 出ちゃうじゃないですか。あアウトプット別にいいじゃないですか。いやライトだからね、シグナルタワーがないけど、設定する時の話でしょ。うん、そうそうそう、だから別につけついてもいいんじゃないですか。ああそういうことまああるいは LED つけて、アウトプットはこれだけついて、あまあ、ステータス LED みたいなものはつけてもいいかなと思ったんですけどね。なんか前回のはつけたんですけど、うん、今回はもう省いちゃったんですよ。あの何しろライトだらけだったんで、このモデルケースがね、モデルケースがライトなので。そうか、なるほどね。まあ、デザインなので基板変えるのであれば別に何でもできると思うんですけど、うんうん、まあですね、まあ、今でも見えるのあるなっていうあまあ確かにインプットもあるな。あとはその、操作性のデザインが気に入らなくて、でも基板作るのは惜しまないんであれば全然、うんうん、まあ基板はねもう作り直さなきゃいけないんでしょうがないかなと思ってるんですけど、うん、まあそのあたりですかね、今のところ考えている開業点としては。わかりました。はいですね。じゃあ次回は、はい、これのアップグレード、アップグレードじゃないか、まずはソフトって感じですかね。ああそうですね、うん、あのまあ完全なものをこの話の中でなんかやれなくてもいいとは思ってるんだけど、今何もないので、なのでその取っかかりとしてなんかこいつのこのデバイスの上でウェブサーバーを置いて、なんかその URL を叩くと、そうするとそれに合わせて LED が変わる、うん、あの LED とかこのシグナルタワーの光が変えられるみたいな、なんかそういうところが見せれれば、あとそこを延長していくだけじゃないですか、うん、作り込んでいくだけなので、なんかそこの部分をなんかこう、サクッと、うん、あのハッキングみたいな感じで作れたらなっていうふうに思ってます。わかりました。はい、というわけで、なんか本当はね、それをやるつもりだったんですけど、予想通り長くなりましたね。長かった。いや、僕はなんかもうサクサク進めて、そっち行って、全部やりたいと思っていたんだけど、松岡さんは、いや、無理じゃねえとか言ってたんですけど、その通りになりました。ごめんなさい。まあ、次回までに作っておくっていう宿題になっちゃいました。はい、というわけで、じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。さよなら。